休館日ということで、はい、今日はね、もうね、5本目今日5本目だ。今日はね、働いたということでね、ラーメン作りますね。最近ね、まかないでラーメン作るのハマってんのよ。焼き鳥屋さんで食った、仲いいとこだったから、ちょっとね、作り方教えてもらったのよ。で、それを、作っていきたいと思います。鶏だしの、まかない塩ラーメン。で、本当は、鶏の骨とかからでやるんだけど、今回はね、鶏の肉からやります。鶏の骨って、家にないと思うから。はい。じゃあ、やりますよ。はい、じゃあまずね、お湯沸かします。で、これは沸かしておきますね。はい。でね、使うのはね、鶏ももです。120g。本来は、鶏の出汁を、使いふりしなさ、使えなくなった肉とか骨とかをガンガン入れて、スープ炊いてんだけど、焼き鳥屋さんとかって。でも、そういうのって、家庭ではできないから、だから、肉からスープ取ります。割とね、お肉、使うやつですね。お肉は、だいたい 120g ぐらいの、でっかい鶏肉、3分の1個ぐらい。まあ、こんな感じで、食べやすい大きさに切ります。断材みたいな感じでね。このまま茹でて、その後に、チャーシューみたいに切ってもいいんだけど、今回は、こんな感じで切ります。焼き鳥屋さんでそもそも、ね、一枚肉とか、まかないで一枚肉は使わないんですよ、ね。一枚肉があったら店で出します。だからこういう短材とか、ね、この切れっぱしとか、そういったものをやるん で。あと、一枚肉であるより、切った方が出汁が出やすい。すぐ出るから。で、これ切ります。はい、ネギなんか、ネギもね、これぐらいかな、だいたい 30g ぐらいかな。でネギも本当はなんかこれすごい言われそうなんだけど、もう肉と一緒に切っちゃう。なんでかって言ったら、どうせ火通すからいいの。料理動画にはね、必ず衛生観念のね、すごい人が出てくるんだけど、ある程度でいい。それこそね、これでここで切った ネギを生で食うってなったらやべえ。それはね、良くない。なんでかって言ったらね、鶏肉はカンピロバクターがいるからね。焦がしネギ的なやつを作るためにネギをみじん切りにします。あとニンニクね。ニンニクもこれぐらいのところがいいかな。で、大体ニンニク使ってるけど、あ、これに関してはね、ニンニクなくたっていいよ。で、あった方がうまい。塩ラーメンはニンニクの香りが、あと、ニンニクダメだったら生姜でもいい。生姜の香り乗せると、まあ非常にお店っぽいような香りが出てくるから、そんなに大変な料理じゃないです。淡麗な塩味のラーメンってね、うまいのよ。しかも鶏がね、ゴロゴロ入ってた。こんな感じね、はい、沸いたじゃないですか。で、中火にしといて、まあ、これできたらなんだけど、卵あるじゃない。卵ね、洗う。卵洗います。なんで洗うかわかりますか？卵は汚いからです。よく洗います。これね、でもね、洗って保存しちゃダメだよ。洗ったらもう茹でなきゃダメだからね。なんか卵って皮、この殻から割とね、なんかね、空気を通してるらしくて、洗ったやつをまた冷蔵庫で保存しておくと良くないって。保存期間がね、短くなるらしい。ポポンと。はい。これで7分半。はい。これで半熟卵でできます。半熟卵を乗せたいじゃない？こうやってやってればスープ作ってる間に半熟卵できるから。はい。手際良いやつするよ。で、ここに、ラード。チーユとかあったらチーユがいいって。チーユは、ご家庭いないんで、ラードか、まあ、ね、ラードか、なんだろう、サラダ油。なかったらサラダ油でもいい。ラードだと、動物性の油だから、ちょっと完全な鶏ラーメンにはなんないんだけど、このうまさは、で、鶏もも。鶏も多かったな。もうちょっと少なくてもいいかもしれない。で、ニンニクとネギも入れちゃう。ニンニク 5g、長ネギ 30g ぐらいね。で、鶏も一緒に炒めちゃう。ラードなんだけど、この鶏の皮を炒めると、それって実はチー油になっちゃうんで、鶏の油ね。なるんで、鶏と豚の油の混合体になります。はい。
で、しかもネギとニンニクを炒めて、同時に炒めてるから、このフライパンの中でね、かなりこの鶏の旨味、あと香味油が出てくる。香味油がね、非常に重要なんです。割とね、さっとできちゃうから、これ。なかなかにうまい。これだけね、お肉を使ってるとね、お肉からいい出汁が取れるから、焼き鳥屋さんってさ、なんかいいとこだと、こう、スープ出してくれるじゃん、最初に。ネギ浮かべたスープ。ああいうのが、肉からもね、ちゃんと取れるの。ただ、肉でスープ取るともったいないから、普通は、お肉はね、こう、焼き鳥にしちゃうんだけど、実はね、お肉からもね、すごいいいスープ。てか、むしろ、お肉からの方がいいスープ取れるの。で、今は、チーユを取ってまーす。はい。チーユを取りつつも、長ネギ。ほら、ゴロゴロ鶏肉が入ったラーメンって。絶対美味しいのよ。ラーメンはね、チャーシューの印象が強すぎて、チャーシュー以外さ、入れないじゃない。でもね、俺ゴロゴロした肉も結構好きなんだよね。で、絶対豚じゃない。みんな豚しか食う。豚が入ってないと、みたいな感じになってるけど。鶏もめちゃくちゃうまいからね。ラーメンで結構型にはまっちゃってるから、その型をね、壊してくれたのがこの、鶏ラーメンなの。肉と一緒に炒めていくと、ネギって結構ね、シュワッとこう、炒まって、非常に美味しくなる。で、この半熟卵できたら半熟卵を揚げて、殻を剥いてやって、ゆで卵を使った、お湯はそのまま使っちゃいます。はい、そのためにちゃんと洗ったんです。もっと気をつけたい方は、石鹸とかね、そういうので洗っていただいても全然いいんですけども、僕は8日水で洗うぐらいで。やってます。こんな感じでね、いい感じの、ほら、このネギがちょっと焦げてくるでしょ、ネギとニンニクが。そうするとね、この香味油がね、だんだん仕上がってくるの。なんか深みを出すためにね、お酒入れるんですよ。まあ、80ぐらいかな。さっく入れまーす。はい。もったいないと思う方は、ちょっとコクは少なくなるけど、80とか 60cc にしてください。前に世界一美味しい札幌一番っていうレシピで出してるんだけど、それ日本酒 100cc 入れて茹でるんだよね。あれね、めっちゃうまいのよ。で、今回酒入れて、酒の旨味をつけます。ここで酒と一緒に煮込まれてる鶏から出汁、いい出汁が出んの。お、ピピピピ言いましたね。で、そしたらこいつ、茹で卵、こういうので冷やします。で、こっちはガンガン煮詰めちゃう。そうすると旨味凝縮するから、もうこれガンガンね、炊いちゃっていいからね。酒の旨味凝縮していく。酒って旨味の塊だから、最初に水を入れる前にこうやって入れて、どんどん凝縮しちゃうとすごくいい。ここでチキンスープも出てくるんだけど、普通に取ったチキンスープだけだとラーメンにしては弱いんだって。で、だからね、後でね、鶏ガラスープ足すの。その焼き鳥屋さんも言ってた。ラーメンにすると弱いから、ガラスープは後でちょっと足さないとダメだっていう。で、ここにね、もうなんかトッピングで、ね、メンマだとかなんだとかいろんなものは入れても大丈夫ですか。ちょっとね、ちょっと今日ちょっと伸びすぎてるんで、この酔いちょもあるね。はい、俺の監修した監修したって言っても、これがね、この会社頼み込んだの。二日酔いの時に効くやつないですか。で、作ってもらった。ウルソっていうね、ちゃんとね、効く、肝臓の薬とかに使われてる成分が入ってるから。で、これを酒で飲むと、一応推奨されてるのは飲んだ後らしいんだけど、飲んだ後さ、これ飲むの絶対忘れるでしょ。だから俺は飲んでる途中に飲む。一度煮詰まっていきます。はい、これぐらいね。もうちょっとね、煮詰めていくといいスープが取れます。菊水のラーメン、いつもこれなんだよね。まあ、別に他のラーメンでもいいんだけど、仕事やったわけじゃないんだけど、これがまあ個人的に買いやすくて美味しいラーメンやってるんで、別にこれじゃなくても全然いいです。はい、これぐらいね、もうほんと完全に目減りしてくるんだよね。そしたらもう水を入れちゃう。これ水 300cc。はい、この鶏のスープの白濁がもう始まってるのね。で、ここにガラスープ、小さじ1と半分。本来ね、もっと入れちゃうんだけど、鶏のスープも出てるから全然平気で、塩が小さじ3分の1。塩味のスープはね、オイスターソース入れるとうまいの。小さじ1杯でいいから。
塩味のうまさを保ったままこいつを入れます。ちょっとだけ甘みが入るという、これみりん風調味料なんだけど、もうちょっとうちにね、なんか撮影班がテレビの撮影班が間違って買ってきちゃったんだね。だからこれを入れます、少しだけね。でここに胡椒もできたら粉タイプのものがいい。ブラックペッパーでももちろんいいんだけど、ブラックペッパーだと結構洋風な感じがしちゃって、なんかラーメン、ことさらラーメンってなるとこういうね、粉の胡椒がいいよね。テーブル胡椒みたいなやつですよ。すんごいうまいからこれ。茹でちゃう。ラーメン茹でちゃう。ラーメンはなんか一玉とか言うんだけど、なんか混ぜずに好きなだけ茹でていいから。で、まあこれも、まあちょっと多いけど、まあいいや。混らせとくのもあれだから、全部茹でちゃう。で、ぐつ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 煮て、まあこれ2分半ぐらいでね、できると思うんで。わあ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 もう、だからもう、IH はもう、早く沸かそうと思うとね、こういう風になるのよ。しかもね、ラーメン入れると、ラーメン入れると吹き出しやすくなるでしょ、小麦のあれで。はい。わあちょ、学べ俺、どう大丈夫そう、よしはい、やばい、全然扱い切れてない、ここの IH、 これ点って書いてあるの、なんだろう、わかんねえやこれ、全然なんかいつもより火力強い気がする。なんでまあいいけどさ、別にさ、戻った、なんか怒んねえな。でまあラーメンはこんな感じでね、いい鶏のスープが出てるんで、こいつが最高に美味しいスープです。もう2分半ぐらい経ったかな、これね、もういいんじゃないかしら。湯切りをします。湯切りをしないとね、麺にお湯が付着しすぎて味が薄くなっちゃう。これか、すごいね、勢いよく水を出して抜くのが俺好きなんだけど、あんまり勢いよく出してると水無駄じゃないですかっていう人がいるから、いろいろな多方面に配慮しないと。この動画やっててね、すごい多方面に、ね、配慮できるようになったよ俺は。でもね、たまに配慮できないからね、炎上しちゃうんだけどね。はい、これすっ、はいはい、綺麗、はい、こいつをドボンドボンと、これね、味塩をね、これかけるとね、まるで味玉の味だから、このネギ、生のネギも香るから。焼き鳥屋さんに教わった焼き鳥屋さんのまかない塩ラーメン完成です。キャカビ、鶏ラーメンめっちゃうまそう。鶏屋の鶏肉すごい。なんかね、なんか全部デカ盛りしちゃった。これまかないっぽくて。うん。いっちゃう。いただきます。俺もすぐ行く。おお、いい香り。あ、スープうま。うまいだろちょっと。スープうまいね。うん。あー美味しいわこれ。あ、うまっ、しみる、めっちゃうまい、めっちゃうまいな、これ、うん、あ、これうまいわ、うまい、あー、うまっ、このラーメン焼き近所が欲しい、うん、うん、マジで香りがいい、うん、うん、めっちゃ食欲そそるこれ、なんか鶏鍋とかの締めのラーメンっぽい、うん、なんか、うん、途中まであの作り方で鶏鍋とかやってもいいね、うん、確かに鶏雑炊のあんじゃん。スープうめえ。スープ美味しいわ。うん、スープうめえわ。北で飲んだね、比内地鶏のスープがあって、ね、あんまり言っちゃいけないんだけど、かなり近い。これ油、コクは
ラードと鶏。ラードと鶏の、あの、チーユだね。だから、あの、鶏の皮の、あの、油が結構出てる。すごいコク出てる。出てるね。ラーメンたるもんが出てますね。味変するんだったら、柚子胡椒とか。ですね。ですね。もう、混ぜそば的な。混ぜちゃって。絶対うまい。絶対うまいだろ、これ。絶対うまい。柚子胡椒。おぉ、はい。うん。優勝です。あーうめー、これはうまい。なこれはうまいわ、うん、これは。いや最近まかないちょっとレベル高いなこれ。ないね。最高です。あ、最高だね。最高です。淡麗だなの方が好きになってきて、昔は 家系しか食わなかったんだこれ。いや最近こういう塩ラーメンだよね、なかなかないんだよこれ。ないよね。醤油とかあるけど、淡麗の鶏塩をね置いてくれるとはあんまないから、これは最高ですね。ありがとうございます。これやった方がいいですね。やった方がいい。